休憩前に引き続き会議を開きます。13番酒井幸男議員。では質問させていただきます。3月の定例会議で、今いろいろと29年度の予算案を精査しているわけでございますが、今町長選挙がありますので、予算は骨格予算だと思います。それでこれからの皆さんの議員の皆さん、また執行部の皆さんのともに、枝が大きく伸びて花が咲くようにして、住民が暮らしやすい生活になるようにしたいと思います。それでは質問をさせていただきます。1点目ですが、福祉保育園の運営につ関連してございます。福祉保育園は、園児さんが137名、おられます。そのうちに、34名の方々、20世帯の方が園児バスに、通院しておられます。その残りの137名の方が、70世帯の方がチャイルドを強いて幼児の送り迎えをしております。大変、4時の時間帯になりますと、集中したり、その後も時間帯が集中して車が行き来しております。そこで、今まで、思っておったんですけど、福祉保育園の園庭とその小田家川との間に、排水路がございます。ちょっとこれは撮ってきたわけでございます。写真は高低差がなかなか分かりませんですけど、ここの方は、ここは園児が大きく迎えしている場所ですけど、ここは小田家川です。この側溝をなんとか拡張していただけないかというご要望であります。この道路は本当に5メーター50ほどの狭い道路でありますので、ほとんど軽音の車が送り迎えですので、コースは差し支えないんですけど、大きい車とコースをするときには必ずどっちかが、入る方が一旦停止して出ていく人に通しております。入る人はやっぱり園児を乗せていないもんで、その気持ち持って止めておりますし、出る人は園児を乗せているもんでスッと行かれます。そこで危険度を避けるために、この排水溝をお見立てできないかという思いでございます。ここに側溝がありますけど、この側溝は排水か用水か分かりませんけど、どちらにしても土木技術によって、解決されると思いますので、この点一つよろしく検討していただきたいということでございます。それと、昨年の10月頃でしたか、強風がありまして、この福祉の園庭の砂が舞い上がって、その時には滑り台とか小さい声などがやらガラスが破片して、その庭に取って土砂を入れ替えしたわけでございますが、その後その南風ですかね、強風が煽れるとどうしても砂が舞い上がって、その滑り台とかガラスとかいろいろと砂の被害がある、し、子どもさんが目に砂が入りますので、この防御策を一つ何か考えていただきたいと思います。一つの思い出は、芝を張るとか、最近砂を見てきたら、もう本当にサラサラな砂で、本当に強風になったら舞い上がるような砂でありました。この点を
なんか対策あったら講じてほしいという思いでありますので、どのような考えがあるかお聞かせ願いたいと思います。杉本町長。佐賀井議員のつくし保育園関連についてのご質問にお答えをいたします。まず保育園の駐車場に至る道路の拡幅についてでありますが、この道路は保育園内の道路であります。左右の送迎時には必要に応じお互いに譲り合いながら安全に通行をしていただいておるのが現状でございます。道幅に関しましては、今のところ保護者からの苦情や要望などは聞いていないということであります。また道路の拡幅や転落防止策の設置に関しましても、今後保護者の方々のご意見も伺いつつ、状況を見ながら検討し、安全で安心な保育運営に努めてまいりたい、そう思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。ついに園庭の砂の飛散につきましては、平成28年4月17日の暴風被害で、テラスの屋根の強化ガラスが損壊をし、園庭にガラスが飛散をしたために、園庭の砂の入れ替えを行いました。つくし保育園は、地理的には風の被害を受けやすい場所でありますが、子どもたちが育っていく心に残る保育園の景観を大切にするために、暴風対策としての構築物は設けず、状況を見ながらその都度飛散した砂を集めたり、さらに地盤改良等を含め対応していきたいと考えております。以上です。委員長。酒井議員。はい。さっき、町長の答弁では、要望はないからそのままということでありますけど、これは昨年か分かりませんですけど、一つ小滝川を車が転落したことがあったと思います。それもその要望がなかったらできないと言われてください。前もって先もって、防止できればいいんじゃないかと思います。何か事故があった場合には必ずそういう話が出ます。でもこれは小滝川の話なんですけど、この子がほとんど傾斜も相当鋭い傾斜でありまして、園児は乗せとるときにはおそらく相当な負傷が起きると思います。この写真では落差はあんまりないんですけど、実際行った場合には私の背丈以上の落差がありますので、警報が飛ぶ仕組みはおそらく相当な怪我を起きると思いますので、土木の技術にもって再度検討していただければ、いいんじゃなかろうかと思います。まして子育ての町でありますので、送られない前に対策をお願いたいと思います。よろしくお願いします。2番目でございますが、教育関係でございます。中野中学は統合してから文武両道ということでございまして、相当力を得ておりますし、今中野中学校舎の前では、各大会の激励の横断幕が16本上がっております。昨日見てきたら16本あったと思います。それで、その勢いが大変必要かと思います。それを今ちょうど、高校入試に絡んでおりますが、その勢いを持って自分の思っている希望校へ入っていただきたいと思います。この希望校というのは、その学校教育にも変化が出てくると思います。たとえ専門職の方に行きたいという方であれば、その関係の方を講師に迎えたり講演したりし、より異常な高度な教育を受けたいという方は、そういうようなその講師の方の講演をして、気力をつけるわけでございますので、その文武両道の今後の学校の進学状況について、お尋ね
説明したいと思います。ただ問題は今試験の前でございますので、大変気をつけて喋らなきゃいけないわけでございますので、大雑把でよろしいんですが、よろしくお願いいたします。それともう一つは自転車通学でございます。中学になりますと自転車通学で、より自由な時間でより活動範囲を広くしておりますが、今町の条例としては、今回の定例会議ではそのスクールバスはもちろんのことですけど、路線バス並びに、それ以上のことは、定期券が車の定期券ですか無料でなっております。確かに今いい政策と思うんですけど、自転車で通学しておられる方は、ヘルメットは支給されておりますが、その事故が大変、心配でございます。子ども同士の事故よりか、その自転車によって、一般の人の障害があった場合には賠償金がかけられるわけでございますので、その点自転車通学の方々は個人とまた学校全体の団体と折り合わせて、自転車通学の保険をしていればどうかということでございます。以前に取り上げた時には、ある個人の保険屋さんが自転車通学ということでそういう保険がありました。今はどのようになっているか分かりませんけど、その点も合わせてお聞かせ願いたいと思います。それと3番目ですが、所得制限をもってその技術系専門学校並びにそういう人たちの奨学金を出さ創立できないかということでございますが、今回の定例会でも奨学金の話が載っておりました。それはどの分野を指しておるのかちょっと分かりませんですけど、国でも寄付付きの奨学金ということで大体、2万人ですか、国全体でありますので、なかなかそれに受講する当たるという人が少ないと思います。長野と町自体の奨学金をどのように考えておられるか、もしあれだったらお聞かせ願いたいと思います。それと今各スーツとか、遠いところの方々が医療関係でも看護師さん並びに保健師さんとか医者お医者さんとかいうことで奨学金を出しておられます。っていう案でございます。公立は以前からお医者さんには出していただいて、5年間10年間を勤務していればその奨学金が、返済しなくていいというそれ制度がありますので、今七尾市さんも、保育士さんですか、奨学金を出して、10年知れば、返納いらないと、5年やったら7割、3年やったら5割というそういう奨学金制度をやっておるわけでございますが、当庁ではどのようなそういう考えがあるのかどうかお聞かせ願いたいと思います。それともう一つは先日、2015年に、ノーベル賞医学賞をもらえました大村さんが上福高校に講演しております。その時の新聞のあれでは仕事と勉学とは大変やという話が載っておりました。確かに私らの時代の時には、高校に行きたくても、家庭の事情で、定時制高校行かなきゃならないという方々がおられました。その方たちも家庭環境がいろいろとありまして、全日制の学校行かれないというそういう単位もありますし、これから今高校を卒業した人はオール大学行くわけでございませんですので、専門職に行かれる方々もおられます。介護士さん、看護師さん、それから技術者、
はおられます。そういう方々にも、町独自の町民の方の子どもさんの奨学金を設立できればいいんじゃなかろうかという思いであります。まあ、教育は後ほど納税で返ってくるという、まあ、いい言葉でございますが、なかなか難しいと思いますが、その件、教育者さんどのような考えかお聞き願いたいと思います。福井教育長。坂井議員の教育関係についてのご質問にお答えします。まず今年度の卒業生の進路状況についてですが、石川県公立高等学校入学選抜試験が来週の7日8日の両日に実施されます。そして今月の15日に合格者の発表がありますので、細かい進路状況の報告は控えさせていただきたいというふうに思います。大まかに国立の高等学校へ進む生徒は6名の予定です。私立の高等学校へ進む生徒は20名の予定です。あと公立高等学校への受験は158名の予定というところまでしか今のところお伝えできません。次に自転車通学生徒の自転車安全保険制度についての質問にお答えします。中野戸町では、自転車通学は中野戸中学校のみ許可をしております。で、自転車通学は許可制度になっておりまして、全校生徒554人中521人が届け出をしています。その中で学校が把握している保険加入状況は8割ほどとのことであります。制度の保障内容は死亡後遺障害、入院通院保険金、賠償責任などが主なもので、その保証金額は死亡後遺症は500万円から1000万円、入院通院保険金は1日につき5000円から7000円、賠償責任は1000万円から2億円と加入する自転車保険によって保証内容の違いはあります。掛け金も1年間で2000円から1万2000円と幅があります。周知につきましては中野戸中学校入学時の学校説明会で保険内容を紹介して加入するように説明しておりますが、加入の判断は保護者の方に委ねられているのが現状です。また、毎年年度初めに保険会社からパンフレットが、送られてきますので、保護者の方に、自転車保険加入の周知をしております。もし自転車事故が学校管理下で発生した場合は、保護者の方に保険の加入状況をお聞きし、学校で紹介した業者であれば、連絡を取るなど対応をしております。自転車事故につきましては被害者になるだけでなく、加害者になる場合もあります。加害者になった場合は賠償責任が発生し、多額の賠償を請求されることになります。その意味でも自転車安全保険制度の未加入者につきましては必ず加入していただくよう周知徹底を図りたいと思いますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。次に、所得制限付きの技術系専門生徒の育英資金制度は考えられないかとのご質問についてお答えします。昨年の6月議会定例会でも答弁いたしましたが、現在、独立行政法人日本学生支援機構による奨学金の交付や、各大学での入学金および授業料の減免奨学金制度がございます。また民間企業においても奨学金制度がございます。中野戸町においては現在高校生を対象とした奨学生条例を設置しておりますが、大学生や専門学生を対象とした奨学制度はございません。で、教育再生実行会議の第9次提言では家庭の経済状況に左右されない教育機会の保障を提言しています。今後中野戸町出身者で経済的余裕のない大学生や専門学生に対して、
援助ができないかを県内の他の自治体の実態を調査し、検討していきたいと考えています。以上です。以上、佐賀議員。はい、今教師さんが答弁して高校生の奨学金制度っていうのはあるって言われてましたね。それはどれくらいの金額か、どれくらいのあれかご存知だったら教えていただきたいと思います。上田教育文化課長。佐賀議員の再質問にお答えをいたします。高校生の奨学金制度につきましては、中野戸町では一人一月1万円で12ヶ月で12万円の5人分で計60万円を現在計上しております。以上です。以上、酒井議員。確かに予算書にも載っております。その審査の手数の方も言っておりますが、その他に卒業されてから、高校卒業されてから専門学校に行かれている場合はそこまで手は伸びないんですか。上田教育文化課長。再質問にお答えいたします。要項では、要項というか、あくまでも高校生を対象として奨学金制度ということでございまして、その上の専門学校なり大学に関しての制度ではございません。以上です。議長。酒井議員。はい、分かりました。それは あれですけど、各自治体にはその看護師さん、介護士さんを保険、保母さんということで、それは高校卒業してから以前の話なんです。専門的な問題だった。そのことに関しても、鈴とか、七尾社の保母さんとかいうことを出しておりますが、そのような点に、あとは大学生はその国の支援機構で給付付きの奨学金に申請すればいいんですけど、その専門学校的なことはその国の給付付きな奨学金はいただけないと思うんですけど、その点、今後、今保育士さんは大変、うちの町が恵まれておりますけど、介護士さんもやら医療関係の方にも、そういう専門学校に行かれた方の給付金ですか、所長お考えはあるのかどうかお聞かせ願いたいと思います。酒井議員。はい、4回目になりますので今の今後 の答弁は控えさせる。所長に聞いてる。いや、長長だろうがなんだろうが再々までですので4回目になりますので次の質問に行ってください。では次の質問に行きます。調査についてでございますが、以前に通り合いの時にはもう17、8年前ですか、人と陽さんが花水木とかいう歌の歌手があった時には、旧の鳥屋町から出身者ということで、22、3人ですか、今は会議室になっているか、昔は観光会館だと思ったんですけど、コンサートありまして、行ったわけでございます。その裏心は、その町のイベントで、お願いできないかなという思いで行ったわけでございます。人とさんの小さなお墓も一通りありますんで、その類をたどって行ったわけですが、その事務所が全然相手にしていただけなかったわけでございます。ご飯ですというように人と大さん、洋さんが今いろいろと下田に新聞のように長野と町を入っております。町のイベントにはちょっと歌がしてないような歌でありますが、野外ステージは難しいかと思うんですけど、金額的にもいろいろとあると思うんですが、そのような考えがお持ちであったら、また今年度ではなくても将来にわたって考えがあるかどうかお聞かせ願いたいと思います。杉本町長。
調整について、町の観光大使である人と妙さんの妹の人と陽さんの出演などを考えられないかとのご質問についてお答えをいたします。ご存知のとおり、映画「ママごはんまだ」は中能登町調整10周年記念事業として映画が公開され、人と妙さん、陽さんをはじめとして、多くの方のご理解とご協力をいただき、映画が公開されたことを大変嬉しく思っております。また、この映画の主題歌、空音は人と陽さんが作詞をされ、自ら歌われております。この空音は幼くして両親を亡くされ、陽さんにとって妙さんは姉でもあり、また父でもあり、そして母でもあったとのことであります。慣れにも甘えることができなかった姉の頭を歌でよい子よい子と撫でてあげたいという気持ちで作られたそうであります。そして人と妙さんもこの映画を通して中能登町も台湾や東京に続くふるさとであると強い思い入れを持ってさまざまなところでお話をいただいております。2月4日に石川県で先行公開された映画「ママごはんまだ」も3月中旬で石川県での公開が終了する予定であるとお聞きをいたしております。どうか多くの皆様に映画「ママごはんまだ」を ご鑑賞いただきたいと期待を しております。さて、そのように人と妙さんと陽さんの姉妹は、2月4日の石川県先行公開の前日に懇談をさせていただき、気さくにお話をすることができました。そしてその懇談の中で、ぜひとも中能登町に来てほしいと、陽さん本人にも直接お願いをしておきました。感触から言いますと、とても良い印象でしたので、近い将来、必ず来ていただくものと信じております。しかし、人と陽さんは今年デビュー15周年ということに加えて、現在第2子を妊娠をされているということで、調整が開催される7月末あたりに中能登町に来ていただくことは難しい状況だという感触を得ております。このことから、来年の平成30年の調整にお越しをいただけるものと期待をしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。以上。坂井議員。はい、さっき町長の答弁では、人とさんのお子さんがということで、おめでたいことでございます。それが合わせて、30年ですか、関係ありますので、人と普通の方がなかなかお会いすることはできないし、またその歌を聴くことはできないんですけど、ただそのデビュー当時には平仮名なんですけど、片仮名なんですけど、花水木とい う歌がございました。当庁でも花水木とい う集落がございますし、そういう木もございます。いろいろとご縁があるわけでございますので、ぜひとも経費は大変かかると思いますけど、検討してぜひとも期待に沿うようにお願いいたします。これで終わります。